さあ、今日はですね、昨年ね、稲妻エロックフェス、えー、サブステージの方でもですね、頑張ってくれました、アップアップガールズ、かっこガリの皆さんの曲をおかげしようかなというふうに思っておりますと。先日のね、えー、ニコ生の方にも遊びに来てくれまして、いやー、本当に、なんかもう、なんつうんですかね、もう太もものムチムチ感、なん <laughs> でしょうかね、もう。 アスリートかっていうぐらい、もう本当に、<laughs> アルソックみたいなう、ねもう。本当に、<laughs> アルソック体操みたいな、ね。すごい、もう本当に。いや元気でね。元気な子たちでしたよ。なんかその、ね。いろんな、やっぱりこうね、グループもね、やっぱ事務所にたくさんいるとですね、こ,これ、それぞれにカラーを打ち出していくって本当に大変なんだなと。そういう中でね、戦国を、アイドル戦国時代を生き抜いていくんだよ、ということで、その、 まあ一応赤担当の戦国さんっていう方がね。この方も南って言うんですよね。戦国南さん。やっぱ南ってつく人なんかそういう立場に置かれること多いんですからね。高網名よろしく。まあ戦国っていうね、名前はね、その仙台のあの、だから戦に石で書いて戦国なんですけども、まあそこからなのか、まあその戦国時代が、 その、んなんか、なんか、すごいリスペクトしてます、的な感じでお送りされてまして。やたらとこう語尾に、例えばこう、私、ちょっと最後にね、番組を最後の方にね、こう、今年も稲妻があったらぜひお願いしたいです、みたいなこと言ってくれたんで、ああ、そうなんだ、ったら、たらもうみんな、その時5人来てたんです一斉にね、お願いします、お願いします、みたいになって、おーってなったら、小さくその戦、宣告する 私たちも武力を上げていくんで、ね、<laughs> ち,ちょっと待ってちょっと待って、うん、ちょっと待ってオーケーオッケーちょっと静かになって「<laughs> 武力」ってな「せめて戦力」とかにして「せめてせめて戦力」とかさを上げてとかさなんかいろんな言い方で「武力」ってな <laughs> いやもう本当になんかね いや、でも中にやっぱね、僕のね、お眼鏡にかなう、ちょっとこうなんか、なんていうんですかね、こう、はすっぱな女の子みたいなね、うん、佐藤さんっていう、紫担当なんですけど、はい、推しです、はい。